まあいや、お前この席でいいだろ。ほれ座れ。お客っすよ、お客。これじゃ普段の勤務態度も疑わしいもんすね。この店員さん態度悪くないっすか？時給減らした方がいいんじゃないっすか？うっせーよ、注文しねえなら帰れよ。他の知り合いとか来てないんすか？その人たちにもそんな態度で接客したんすか？この子ら面白い。しばらく見とこう。お前だけだよ、お前は特別さ。分かったらさっさとコーラでも飲んで帰っちまえ。ボケナス、決め顔でボロクソ言われるとさすがに腹立つっすね。注文、店員さんのいい接客一つ、お部屋出すところからやり直しね。やっぱ腹立つなこいつ。ご注文お願いします。桜井君、今日は上がっていいよ。もう暗いし、あの子送ってあげなさい。マスターも笑ってますよね。絶対笑ってますよね。